こんにちは、タロットリーダー協会の桜美久です。私はドラマが大好きで毎回10本以上のドラマを見ていますが、今日はそのドラマをタロットで表すと何かというのをお届けしたいと思います。今回選んだドラマは半沢直樹です。2013年に放送されて視聴率は 42.2%、 瞬間最高視聴率はなんと関西で 50.4% も出したほどのヒット作です。見た方も多いのではないでしょうか。私も夢中で見ていました。今回はコロナの影響で見送られておりますが、シーズン2もやるということなので楽しみですね。内容を忘れている方もいらっしゃると思うので、簡単にストーリーを振り返ってみましょう。半沢直樹の父親はネジ工場の社長でしたが、銀行に融資を見放されて首吊り自殺をしてしまいました。半沢直樹は恩のある銀行ではなく、融資を断ち切った東京中央銀行に就職。そこで融資課長になります。そこの銀行の支店長は、自分の出世のために責任は全て俺が取ると言って、半沢直樹に無理な融資をさせたのに、それが失敗に終わると一転、半沢直樹に全ての責任をなすりつけようと動き始めます。そこから半沢直樹の戦いは始まります。有名なあのセリフ、やられたらやり返す、倍返しだの名セリフは人気が出ましたね。後半は10倍返し、100倍返しまで行きました。そんな半沢直樹をタロットで表すと何かなというと、戦車です。意味としては戦って勝ち取る成功、問題を克服、強引などがあります。目の前にいる黒と白のスフィンクス、これは陰陽、つまり光と闇を表しています。黒は誘惑だったり本能や欲望、白は正しい意志や純粋さ。人間にはこの光と闇の両方が必要です。人は必ず光と闇の両方を持っていますが、自分の中の光と闇を理解し融合させて、しっかりと目標を持って前に進むからこそ、大きな力を生んで勝利することができます。半沢は自分の中の光と闇のバランスを保ってひたすら前に進み戦い続けました。それに戦車なので、戦いに出たら後ろに下がることはできません。目標に向かって進むしかありません。これは結構な精神力が必要です。この光と闇のバランスを保てないと、スフィンクスはバラバラに動いて暴走してしまいます。半沢がそうなりそうなところを奥さんがうまくアシストして道を戻してくれたりしてましたね。ギリギリの道を半沢はぐおーっと突き進んで、大技常務に見事100倍返しをして勝利を収めました。ですが、皆さんラスト覚えていますか？味方だと思っていた頭取が半沢に出向を命じました。衝撃でしたね。そんなことからカードをもう一枚選びたいと思います。それはタワーです。衝撃やトラブルなんて意味がありますが、半沢はずっとトラブルに遭い続けて、最後の最後にまた大きな雷が落ちてきました。びっくりしましたね。私たち視聴者も一緒に雷に打たれました。シーズン2はその後の出向先での話になるそうなので楽しみですね。では他にもこんなドラマをやってほしいなどありましたら、コメントにおかけください。また次回も楽しい企画を考えますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。